はいどうもテプトです。今回は全然 TFT やったことない初心者に TFT 教えてみたとなります。 TFT を1回か2回ぐらいしかプレイしてない友達にちょっと TFT 教えてみようみたいな感じで、ほんとなんかまったり通話しながら教えてますけど、その時の様子をご覧ください。どうしたらいいですか？最初何をしたらいいか、うん、まずはね、あ、はい、あ、一番最初ポータルってのがあります。おお、ポータル、自分の好きなところに入ってください。何でもいいです。最初はそれゴールドプレリュードっていうポータルで、多分ゴールドプレリュードっていう左側に出てるやつをタップすると説明が出るはず。この試合で最初に提示されるオーグメントっていうのがゴールドティアになる。まあちょっとわけわかんないと思うんですけど、最初はまあ、そういう効果のものがいろいろあるんですよ。最初に全員で投票して、はいはい、みんなで投票して、あ、なるほどなるほど、そうそうそう、どれにしようかなみたいな感じ。マジで、これ人の盤面も見れるっていうね。あー、なるほど、ね、そう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 。さあ自分のとこ戻りましょう。で、なんか買いましょう。ねえねえ、お散歩行こう。こんな人知らないんですけど、街灯の手入れ、これもうセットが変わってついこの間、はい、なのでキャラが全部総入れ替えされました。それで知らないんですね僕、はい、それで知りません。なるほどね。最初にやることというと、はい、その始めたばっかの人がやることというと、はい、まあ、左側に、まあ、ちょっとなんか適当に買っといてください。そのブリッツクラック買っときましょうか。とりあえず本気で行くぞ。ブリッツ、え、これブリッツ、ブリッツ、みんな散らかして、まあまあまあ、まあ、いいっすいいっす、適当で。で最初にやること、はい、左側になんかアイコンがいっぱい並んでて名前がいっぱい並んでるじゃないですか、はい、これを発動させましょう。ほうほうほう。例えばそのゾーイっていうキャラクターは普通ウィッチクラフトなんですよね。ウィッチクラフトっすから、はい、あ、ここでねちょっとオーグメント出ちゃった。オーグメントは最初は多分分かんないです、何も。なのでなんか楽しそうだなって思うやつを拾うぐらいでいいです。じゃあこいつだ。オッケーオッケーオッケー。ちょっと特性を発動させるように。なるほどね。これ何、どれ買ったらいいですか？ね、今ねボードにウィッチクラフトっていうユニットが入ってるんですよね。ポッピーってやつが一番前に出てるやつ、これ。違うボード、ボード、ここ下の方はベンチですね。一番前にいるやつがウィッチクラフトっていう特性を持ってるんですよ。そう、そいつ、そいつ。タップすると分かると思います。うん。ちょっとタップしてみてください。あ、ウィッチクラフトバスティオンって書いてありますよね。はい。あ、こいつを、じゃあウィッチクラフト今回伸ばしていきましょうか。っていう感じで、ゾーイを入れると、ウィッチクラフトっていう特性が発動するんですよ。特性が発動するとどうなるかっていうと、そのなんだろうな、うん、ボーナスが出てくるって言いたいんですかね。キャラクターの強さだけじゃなくてキャラクター外の強さがもらえる、はいはいはい、っていうのが特性ですね。なんで今はそのポッピーっていうキャラとそのゾーイっていうキャラ、さっき左にいる、はい、そいつ、そいつ、そいつを一緒にボードに入れてあげるとそれが発動するんで、それ一緒に入れてあげる。最初は3レベルなので3体までしか入れられない。なるほど。なんでそれを、そう、なんか適当に下げて入れると、そう出るとほら左側にウィッチクラフトっていうのが発動したじゃないですか。本当だ。でタップすると効果がわかるんですけど、ウィッチクラフトのアイコンをタップするとどういう効果かっていうのは読める。
まあ、要はウィッチクラフトが強くなる効果みたいな、簡単に言うと。なるほどなるほど。っていう感じなんですよね。今そのボードにオーブが5個転がってるじゃないですか。はい。これさっきモンスターを倒して手に入れたあのアイテムというか報酬なんですよね。はいはい、はい。それを拾いに行きましょう。おっす、いろいろね。見て。それなんか変なとこクリックしてる。なんか増えてる。うん、その報酬でもらったやつがちょっと増えてますね。なるほど。今4レベルなんで4体入れられるようになりました。おお。人たち誰？誰って感じでしょ。わかんないよね。ここでさっき言った特性を発動させていく必要があるんですよね。今アイテム欄になっちゃってるじゃないですか、左のところ。はいはい。そこを上のところをタップすると、そうそうそう、特性に戻るんですよね。なんでそのウィッチクラフトのコマに関係する特性を発動してあげさせてあげる。例えば、ポッピーはバスティオンっていう特性を持ってたじゃないですか。バスティオンっていう特性を持ってるんですよね、ポッピーは。なのでじゃあポッピーのためにバスティオンも発動させてあげたりとか。ここはねちょっと最初の人は分かんないと思うんで、なんか高いやつであればいいんじゃないかと思いますね。なんか3円青いやつ、足元のやつがね、そうそうそう、そんなんとかでいいかな。多分顔が覚えられると、あ、それね追いかけなきゃいけないですよ自分で。そう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 、あ、そう、タップしてそこに行くんじゃなくて、その今自分のいる位置からそこに直線で動くんですよね。なんでちゃんとコントロールしなきゃいけないっていう。なるほど。そうそうそう。でこのゲーム前衛と後衛っていう概念があります。要は、将棋みたい。そうですね、このなんだろう、ダメージを受けられるカチカチのキャラとダメージを出すキャラがいるんですよね。でほら今そこをタップした時に、はい、あのそれ前衛みたいな感じの、なんかその六角形のマークが5個並んでて前が2つ色ついてるのあるの分かります？あ、そうそう、それが前衛だよっていうマークで。なるほどね。例えば他のキャラタップすると、うん、例えばベンチにいる一番左のやつタップしてみてください。こいつ？あ、こいつか。そう、そいつ、そいつ。ほら、そいつは光栄だよってことなんですよね。なるほど。なんで、そういう感じで前と後ろにあのちゃんと分けて置いてあげるのが最初のうちはいいですね。そう、そいつは全員、ね、そいつは光栄って。そう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 。それで分かるんで。この人は光栄。そう。この人も。だから後ろに、そう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 、そんな感じで下げてあげるっていうね。なるほど。でゾーイちゃんもそのポッピーってさっき言ったやつの横にいるゾーイちゃんもその後衛なので、今までかわいそうなことしてたんですよ、か弱いゾーイちゃんも。なるほど。後ろに置いてあげる。ゾーイちゃんかわいい。でアイテムが今5個もあります。はい、今左側に5ってなってるじゃないですか。はい、そこのアイテムを作んなきゃいけないんですよね。でも最初何作ったらいいか分かんねえよってなると思うんですよ。分かんない。それはね、実はキャラクターをタップすると分かるんですね。キャラクターをちょっと1個タップしてみてください。そこになんか剣のマークあるの分かります？これ、それの下、左下、これ、それ、それをタップするとそれが持てるよっていう、それが得意だよってのが分かるんですよ、各キャラごとに。なるほどね。もちろんその100点満点の装備はそこには書いてないんですけど、まあ大体そういうのが得意だよっていうのが載ってるんですよね。なんでそいつを作って乗っけてあげる。例えばじゃあ今回ゾーイちゃんのアイテムを
作ってみますか。ゾーイちゃんのアイテム作ります。はい、はい、そうするとじゃあなんか作れそうなものがあれば作っちゃっていいっすよ。これとこれだ、これだ。それをゾーイちゃんに乗っけると。ゾーイちゃんに乗っける。そう、そうそうそう。ゾーイちゃん、あ、死んじゃった。ゾーイちゃん死んじゃった、死んじゃった。すぐゾーイちゃん死んじゃったんだ。そうなんですよ、体がね弱いから。なかなか結構忙しいんですよね、最初のうちって。そうだね。ゾーイがショップに並んでますよ。え、どこ。右下のお金のマークをクリックするとショップが開けるんで、まあ、それでゾーイが、みんな散らかして、そういう感じですね。ゾーイ、じゃあアイテム乗っけちゃいますか。これでもう一個乗っけちゃう。乗っけると、あ、もう一個乗っけると合体してアイテム完成品になると。なるほど、そう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 、そんな感じですね。なるほどね。こんな感じで、まあ、キャラクターとアイテムをまず覚えていく、はい、って感じになりますね。あとはさっき言ったこの特性をどんどん発動させていかなきゃいけないんで、まあ、これはね、それ真ん中ちょっと今取っちゃった危ないので左に取っときますか、はい、左。それね、リロールボタンですね。取るときは上のアイコンをタップですね。そう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 。今ショップにウィッチクラフトが並んでますよね、1個。そう、そいつです。そいつも買いましょう。それをじゃあボードに入れてあげて、今5体入るのでもう1体入るんですよね。 なんでさっき言ったバスティオンもショップに並んでたんですよね。ショップにバスティオン、これだ。そう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 、そいつを入れてやろうみたいな感じで、どん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 この左側の特性をね発動させていってあげるんですよね。生まれてくると、あ、こいつは使うから取っとこうみたいな、後で使うから取っとこうみたいな感じになる。はいはい、ああ、マジで全然よくわかんないで。あ、しょうがない。それは最初はしょうがないですよ。そうだから。あまり切れてなかった。最初何したらいいか分かんないですから、ね、ちょっとややこしいゲームだからね。あれ、これバスティオンか。そう、そいつバスティオン、ね、なんでその、あ、いた下に、あ、今そのジンクスっていう銃持った女の子が後ろにいるんですけど、うん、そいつがいらないんですよね。そいつを抜いてバスティオンを入れてあげる。そうするとほら発動した。お、バスティオン。そう。そんな感じにどんどん、あの、今ある特性を発動させていってあげるっていうのが大事になるんですけど、ここで、一つ、注意しなきゃいけないことがあります。同じキャラを入れても特性は増えません。なんで今、ゾウイを2体。なるほどね。そう、2体入れてるんだけど、これはね、あんま意味がないんですよ。そうなんだ。そう、なのでちょっとまた別のキャラを入れて、やっぱ別の特性を発動させてあげるってのが大事なんですよね。なるほど。紫のやつがね、高いやつですよ今度は。おい、もう伝わった。今はね、青いやつ捕まえてた。でこのゲーム、コストが1から5ありまして、はいはい、1が白、2が緑、3が青、4が紫、5が金、黄色みたいな感じになってます。うん、なのでその順にちょっと色が
変わるってのを一応頭の片隅にでも入れておいてください。多分ね、その並んでショップに並んでる時の色とかが、あ、そうなん、そうそうそう、アイテム持ってる方のゾイちゃんは入れてあげた方がいいっすね。そう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 、いいっすね。危ない、防衛が、後ろが、後ろにいる人が一人しかいない。まあ、基本このゲームね、基本どっちかというと前が多い方が嬉しいんですよね。なんで後ろの人はまあ一人でもいいかなって感じ。逆に前が一人だとちょっと怖い。あ、そうなんだ。そう、前はやっぱいっぱい欲しいですね。僕の性格的には後ろがいっぱい欲しいんだけど。あ、そうなんだ。そういう構成もあります。後ろばっかの構成も、要はデッキみたいな感じなんで、そういうデッキもある。なるほど。で今、78円持ってるんですよね。今91円か、はい、91円持ってて、このゲーム利子ってのは存在します。お、10円につき1円多くお金がもらえるみたいな、そんな効果があるんですよ。お、なんですけどこの利子最大値が決まってまして、お、5円までしかもらえないんですよね。お、なので今40円使っても最大限の利子は取れるんですよ。なるほど。お金の使い方は2通りあります。経験値を買うか、ショップを更新するか。ショップを更新、要はリロールっていうんですけど、あ、更新ね、はい、更新するかの2つがあって、なんで、まあ、今の場合だと、でもショップってレベルが上がれば上がるほどコストの高いキャラが出てきやすくなるんですよね。うーん、で、まあ、今だったらレベルを上げてから、そうだな、レベル7ぐらいまで上げて、うん、リロールをするっていうのがまあいいかなという感じかなと思いますね。うん、で経験値をじゃあちょっと購入してみますか。経験値どこで左側に XP 購入ってそうあるんで、それで7レベルまでちょっと上げてみますか。 OK、 いいっすね。で7レベルになりました。そうするとちょっとショップを開いてみると分かるんですけど、ショップの確率表、そこはねまだなんですよね。これまだ更新してないんで、ショップを。あ、確率表がちょっと変わって、はいはい、さっきは、青の三角のやつが 20% ぐらいしかなかったんですけど、そこが 40% に上がってるんですよね。いいっすね、拾っていきましょう。で、お金がいっぱいあるんで、ちょっとリロールをしてみますか。ショップを更新して、キャラを買って、どんどん強くしていきましょう。おう、ウィッチクラフトのキャラをどんどん買っていきましょう。見つけたら買っていって見てください。ウィッチ、これだ、それだ、2個。今買えないベンチがいっぱい。じゃあなんか売りましょう。なるほど。売るときは掴んだ状態で右下か左下に、あ、それでも、それでもいいですけど、それちょっと時間がかかるんで、掴んで、掴んで右下か左下に投げてあげると、そう、それで売れます。おお、この人もいいだろ。そうですね。あ、やばい、ショップが更新されてしまう。これね、ターンが過ぎるとショップが更新されちゃうんで、今のうちに買っとかないと。これだ、そうだそうだ、危ない危ない危ない。これは適当でいいっすね。うん、何でもいいです。なんか自分が気になるやつがあればそれ取っちゃっていいし。あなたの友。お、そう、それが5コスってやつですね。あのコスト5の一番高いコストのやつ。キラキラしてて分かりやすい。なんか気になったら買っちゃっていいっすよ、それ。5コスってめっちゃ確率低いんで、まあ抱えてても全然 OK って感じ。楽しいな。なるほど。ちょっとなんかここ開けときたいな。とりあえずあれですね、もっとあのウィッチクラフトのキャラを探しましょうか。ウィッチクラフトのキャラを探そう。そう、
リロールをして、リロールしちゃうか。そう、ウィッチクラフトを探す。お、来た。しかもめっちゃレアのやつ、モルガナが来た。運がいいっすね。それ1パーでしか出ないんで。マジっすか。マジマジ。しかも 1% で、しかも8種類5個吸っているんで、 1% の8分の1の確率っすね。めっちゃラッキー。でそのモルガナっていうキャラが守護者っていうのを持ってるんですよね、特性で。おうおうおう。あのそろそろ死んじゃうな。でその特性をじゃあ持ってる、要は守護者とウィッチクラフトをボードにいっぱい出すと強いよねっていう感じになるんですよね。守護者とウィッチクラフト。ああ、それを探しましょう。おお、いいっすね。守護者とウィッチクラフト。ウィッチクラフトか。そう、今いないな。今いなさそうっすね。そしたらじゃあリロールして探しましょうか。なるほどね。こんな感じに遊んでいくんですよね。お、右にいた。手加減など、まだまだ全然探しちゃっていいっすね。あ、まだまだ全然探しちゃっていい。まだまだ全然、もう金使い切った方がいいレベル。お、まだ来た、すげえ。いる。誰かいらない人。どれかわかんない。ああ死んじゃった。という、一応ね、その流れ的なものとしては、まず左側の特性をいっぱい発動させるようにするっていうことと、なるほどね。でレベルを上げるとショップの確率が変化するので、まあ、レベルは上げた方が嬉しい。まあ上げない方がいい時もあるんですけど、まあ、基本は上げた方がいいっていうのと、お金は50円以上貯める意味がないっていうの、うんうんうん、ですね。なんである程度まで貯まったらレベルを上げたりリロールをしたり、なんならその50円貯めておかなきゃいけないわけじゃないので、うんうんうん、全然別に普通に50円切っちゃ割っちゃっても問題ないし。なるほど。使うときに一番最初ん、始めるときからもう、うん、テプちゃんに教えてもらえればよかったな。そうっすね。最初一人でやるのはちょっと難しいっすよね、このゲーム。うん、マジでむずい。難しいけど、なんかちょっと今楽しくなり始めて、なり始めてきた。うん、分かってくるとおもろいっすよね。そうっす。もう一回やっていいっすか。いいっすいいっすよ。でまずポータル投票から始まるって感じですね、最初の。なるほど。みんなこっちだからいいや、こっちで。そうですね。まあ相手の逆張りみたいなのはありますけどね。人が集まってるポータルはなんか面白いことが起きることがまあ多いかなって思いますね。今回は、チャンピオン複製機っていうポータルだったので、ボードに今金色のオーブがあるじゃないですか。え、金色のオーブがそのボードに落ちてるでしょ。はいはい。これでチャンピオン複製機っていうのがもらえます。なんとチャンピオンに使うとそのチャンピオンのコピーを手に入れるという。どうしようかな、さっきと同じ。あ、あ、買えないよ。死んじゃうよ。やっちゃった。やっちゃったね。そう、これが、あ、でもボードのその白オーブを拾うと多分お金が出てくる。キャラが出てきた。キャラです。そう、キャラは、まあ、売ればお金になるので、まあ、お金として考えるのもいいですよね。あー、なるほど。いっちゃえ。どうだ。よしよしよし。何
何かをシェイプスターポータル、シェイプスターってなんだ。おー、ここなんかとりあえず1体は買っとかないと負けちゃうんで。技も極めれば魔法みたいに見える。そうそうそう、ここ結構強いんでモンスターが。なんでとりあえずその自分の駒に関係ない駒でも買っとかないとダメっす。あ、そう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 、楽勝だね。誰を基軸にしていくかみたいなのはその時その時で変わってくると思うけど。そういうこと。うん、これどれがいいんだろう。まあ無難なのは右かな、これ、うん、無難ですね。無難オブ無難。無難。いや今回じゃあシェイプシフターでいってみます。シェイプシフター、はい。おう、シェイプシフター今それシェイプシフターのコマがショップに並んでるじゃないですか。これか。そうだ、エリス。そいつをじゃあボードに入れてあげましょう。あ、なんか出ちゃった。それ妹っすね。お、え、そいつを入れると。お、そう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 。今エビで今じゃあシェイプシフターを基軸にしていくなら、このエリスってキャラとジェイス、はい、下にいるジェイスっていうキャラ、下っていうかその、あ、そいつそいつ、これそいつを基軸に考えるんであれば、他の特性で言うとポータルかエルドリッチ、うん、まあ、そいつらを軸に考えるならですね、今軸に考えるなら、まあ、それってなるんで、まあ、その辺の駒を集めておくってのは。ちょっと待って、これはなるほどね、なるほど、そう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 。ちょっと待って、これは面白い。そう、面白いっすよ。なるほど、そう、そういうことなのね。そういうこと、そういうこと。ちょうど今エルドリッチの駒がいますよね、ショップに。え、ほらシンドラっていう。どれ、これか。そうそうそう、そいつがエルドリッチで、ジェイスもいるから買っときたいし。ジェイスどれ、これ。そう、ジェイス、ジェイス、ポータルの未来は明るい。そいつとで今レベルが3なんで入れられないんですけど、3人しかいけない。でエルドリッチってあの一部3分の1ってなってるの分かります？左側ん、エルドリッチ、左側。そう、エルドリッチ3分の1、そう、3体入れないと発動しないんですよ。あ、そう、2体だけじゃなくて3体の特性とかもあったりするん で、 で伸ばせば伸ばすほど、この例えば5体とか7体とかって入れれば入れるほどの強さが上がっていくんですよね。なるほど、なるほど。だからそこのバランスじゃないけど、どれをどこまで入れるのかみたいなのは、ちょっとエルドリッチ発動させてみますか。そいつとあの赤いやついるじゃないですか、ボードに赤い人。そいつが関係ないんで、そいつとニーラを、そいつじゃなくて左から2番目のやつですね、それがエルドリッチなんで、そいつを入れると、そうするとエルドリッチが出ました。エルドリッチが発動するとどうなるかというと、どうなるかというと、ちょっと見てると分かると思うんですけど、左側になんか変なゴーレム出てるの分かります？え？あ、これ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 、こいつがボードに出てきて戦闘手伝ってくれます。最高じゃない。そういう特性もあるんですよね。なんかその駒が強くなるだけの特性もあれば、こうやってなんかお手伝いキャラを出すみたいな特性もあったりとかして、これはこれは面白いですね。そうなんですよ、面白いんですよ。なるほど。あ、そのね、手前のその鎧のやついるじゃないですか。そいつがエルドリッチです。はい。それエルドリッチ。はい、そいつエルドリッチ。捕まえた。エルドリッチが次5なんですよ。なんで、あともう1種類エルドリッチがいると、エルドリッチ5が発動して、さらにさっきのゴーレムが強くなるっていう。デプちゃんもう一回言って。エルドリッチ5？エルドリッチ5。そう、発動するんですよ。
った。この人下げようかな、じゃあ。今はでも4体しか入んないから、そうか、しかもエルドリッチも5体いないから、5種類いないから、別に発動してる特性が多いんだったらそのままでもいいかなっていう感じではあるんですけど、その鎧の人をモルデカイザーって言うんですけど、こいつ3コスなんですよね。え、こいつ、こいつじゃなくて鎧の人、さっき手に入れた、そいつほら3コスなんですよね。3円の駒なんで、1円の駒より圧倒的に強いんですよ。なるほどね。1円の駒は3倍ぐらい強いんで、そいつを1円の駒と入れ替えたりとかしながら、例えばそいつは、エルドリッチとヴァンガードじゃないですか。じゃあ、はい、エルドリッチヴァンガードで発動するなら、なんかヴァンガードの駒をジェイスの代わりに入れた方がいいよねとかってなってくるんですよね。では今ボードにエルドリッチの駒がエリスとシンドラとニーラが入ってるじゃないですか、ボードにいるやつ。あ、ボードにね。そう、シンドラ、エリス、シンドラ、ニーラってなってて、ニーラ2円と2円と1円が入ってるんで、1円を3円に変えて、そう、そいつをモルデカイザーに変えて、そうするとシェイプシフターがいらなくなるんで、シェイプシフターを引っこ抜いてヴァンガード入れると強いよねみたいな。ヴァンガードどれ？ヴァンガードね、今持ってない。だからショップにさっき並んでたんですけど、そういうのをちまちま買っていくっていう感じになるんですよね。なるほどね。ヴァンガードいないじゃん。そう、いないんですよ。回して探してもいいんだけど、さっき言った通りレベルを上げるとショップの確率が変わるって言ったじゃないですか。高いコマが出やすくなる、はい、だからそこの、なるほど、そのどっちにしようかなみたいな。奥が深いね。そう、奥が深いんですよ。奥が深いのよ。どっちにしようかなってなる。上げてもいいけど、上げたくもないしみたいな、リロールもしたいけどみたいな感じになって、さらに言うと、このさっきこれね、説明してなかったんですけど、同じキャラを3体集めると、はい、レベルが上がります、そのキャラの。ちょっと大事なこと言ってないよ。大事なこと言ってなかったですね。もうちょっとレベル上げときましょうか。いいっすね。あ、今入れて。くそ。そうっすね。で、それ、明かりがウォーリアーなんで、で、ニーラがウォーリアーなんですよね。ほうほうほう、前にいる、その下にいるスイッチ。そいつがウォーリアーなんで。で、それを発動させるために、明かり入れてやると、まあ、嬉しいよね、みたいな。これが、ウォーリアーが発動する。そうそうそう、ええ、これはバナナなんです。最初のうちはその特性をね、うまく発動させていくみたいな。お、ヴァンガードも来ましたね。ガリオっていうキャラがヴァンガードなんで、ちょうど2枚いるし、それをだから下のなんかメイド服の姉ちゃんいるじゃないですか、そいつがいらないんで、そいつの代わりに入れてあげると、これでヴァンガードエルドリッチになると。で、今エリスが入ってる意味がないんですよね。エルドリッチ呼んで中途半端なんで、そこに明かりを入れて、エルドリッチヴァンガードウォーリアーって発動させてあげるとか、徐々にこうやって組み替えていくんですよね。そう、要は3か5でしか伸びないんで、特性が。エルドリッチがもう一個あったら、そう、エルドリッチを伸ばしてもいいって感じですよね。なるほど。で、その伸ばすためにもやっぱレベルを上げないと枚数が入んないんで、はいはいはい、その辺をそのうまいことやっていくみたいな感じですね。なるほどね。でも上げるにはお金を使わなきゃいけないし、お金を使っちゃうと利子がなくなっちゃうしみたいな、なんかそういう感じっすね。なるほどね。とりあえず、これは使いやすいのは左ですね。左の方が使いやすい。じゃあちょっとエリスさんには戻っていただいて、あかりさん出ましたね。あと1体入る。あと1体入る、うん、じゃあどうしよう。左側の特性を見ながらなんかいねえかなって探す感じですね。
今んとこいなさそうなんで、まあなんか強そうな、その左のね2人いるじゃないですか、ベンチの。そっちのどっちかがね今4円なんで、そこそこ強いんですよ。だからそれをどっちか入れとくのがいいかなって思いますね。じゃあどっちかな。うん、そうするとまたさらに話が変わってきて、ショップにね、カタリナってやつがいるじゃないですか。そいつ妖精ウォーリアーなんですよね。で今入れたその左下のやついいんじゃないですか。そいつは妖精なので、ウォーリアー出しながら妖精も出せちゃうっていう。そういうのをどん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 発動させていって、強いボードを組んでいこうみたいな、そんな感じですね。ウォーリアーってどれだ。さっきの明かりが、その敵の盤面にいる赤いやつ。はいはいはい、こっちにもいるんですけど赤いやつ。僕のところで言うとこの人だ。そう、そいつと変えると、まあ、妖精も出るよねっていう。あっ、なるほどね。そうそうそう、妖精もウォーリアも出るよね。そう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 、そういう感じで。ああちょっと待って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 、ちょっと待って、これでもこういうのもあったよね。そうそう、そういうのもあります。アイテムもあります。考えることいっぱいあります。ちょっととりあえずじゃあ一回正解だけ教えといた方が楽かなって思うんで、正解だけ教えますわ。アイテム、はいはいはい、ちょっとアイテム欄に移ってください。あ、そしたらどうしようかな。じゃあ弓と涙を使って、あ違うな、弓とベルトだ、ごめん、弓とベルトを使って、弓とベルト、そう、それそれ、それを使ってシンドラにそれを乗っけましょう。そのシンドラにそれを乗っけると、これ、ね、魔法アイテムが作れるんですよね。それで、おお、でマントとマントあるじゃないですか、白いマント、はい、それをモルデカイザーに乗っけてあげるのがいいですね。いやーこれどうしよう。あ、ね、向こう側にいる、あー取られちゃった。そう、今あの人が取ったあれが、ナミって言ってエルドリッチの4コスなんですよね。あーなるほどね。なんで取られた時は大パンしましょう。おいっつって、あ、今日もう取っちゃって、手前のキャラ取っちゃったんで、うん、取っちゃってる。お、エルドリッチ来た。アッシュがいますよ。エルドリッチ、あ、これだ。そうだ。そうするとエルドリッチ、なんだ。5が出せる。エルドリッチ5が出せるから、これか。エルド、あ、違う。この人か。そうそうそう。この人とこの人を出せばいい。そういうことですね。でもどうする？シンドラはエルドリッチなんで、抜いちゃダメなんですよね。抜いちゃダメだったんだ。そうですね。うわこれ、あ、でそうだ、マントヒラヒラあるじゃないですか。ああ、そうだそうだ、あれをモルデカイザーに持ってるって感じですね。これか、違う、でも死んじゃったもん。死んじゃった。さっきの鎧の人っすね。鎧の人が、あの、なんだろう、タンクって言って敵の攻撃を受けるのが得意な人って言ったんですかね。あ、なので、うん、白いヒラヒラを2つ、この人ですよね。そうそうそう、そいつに乗っけてあげる。この方に乗っけてあげるといい感じ。はい、んで、エルドリッチ、エルドリッチ、エルドリッチじゃない。うん。あともう一体。この人か。そう。あ。もう戦闘が始まっちゃったんで。で今ほら経験値も買えるし、お金がね50円以上全然あるから、そう、ちょっと忙しいんですけど、最初のうちは。そう、50円キープでいいですね。
なるほど。前の人ね、エリスさん。そう、前の人。まあ、盤面6人。そう、今6人なんで、まあ、7人出せるようにするのが楽かなって思うんで、レベル上げちゃってもいいかもしれないですね、もしかしたら。そう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 、そうすると、あ、今8人、あ、そうか、今8人出せるのか、そうかそうか。今回、さっき選択したオーグメントで新兵っていうのを取ったんですけど、それが1枠増やすっていうオーグメントなんですよね、はいはい、このゲーム、ね、今やってて思うと思うんですけど、1枠増えるってめっちゃ強いじゃないですか。確かに、そういうのもあるんで。これ何？それはね、金床って言って、それは完成アイテムの金床なんで、それを売却するとショップが開きます。何にとってもいいんですけど、まあ今欲しいというと、そうだな、うーん、ガードブレイカーかな。ガードブレイカー、それをシンドラに乗っけてあげるのがいいかなと思いますね。まあ、この人あ、なんか今ね、エルトリ、そいつが入っちゃってる。あ、この人いらない、今いらなかったでも、いらない駒はもう売っとくのがいいっすよ。なるほど、そうそうそう、邪魔になるからね。エルトリアさん、メイドさんはこれもいいです。これもいい。あ、この人もいらない。あ、いっぺんやったじゃん。H ポータル、あしたらね、どうしよっか。右側はまあ無難ではあるかなって感じですかね、右のやつが。うん、これはもうあれですね、8レベルに上げてお金をもう全部突っ込まないと。で、モルデカイザーがいるから買って、モデル、そうで、どんどんもうお金使っちゃっていいっすね、回しちゃってもいい。今8レベルなんで結構いいショップの確率なんですよ。はいはい、なんでエルドリッチを探してもいいかなと思いますね。うーん、お、来た、3枚目のモルテカイザー。これでちょっと強くなります。今はちょっと間に合ってないんですけど、これ次のターンで重なってレベルが1上がります。アイテムがたくさんあるんで、さっき言った通りガードブレーカーをシンドラに乗っけてあげるのがいいですね。ガードブレーカー、これか、さっきもらったやつですね、青ってか水色のやつ。うん、どれだ。アイテム見て、まずアイテム見て、水色のやつ、それじゃない、それは青、水色のやつ、これか、それそう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 、そいつをシンドラ、シンドラ、どれ、これか、シンドラ下の下とか手前のやつです。手前、これか、それ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 、それに乗っけると。あとね、ベルトとアーマーのやつあるじゃないですか、それと、はい、そう、チェインベストとベルトを使ってサンファイアケープってのをモルデカイザーに乗っけてあげると強いですね。モルデカイザーは、モルデカイザー、これだ、そいつはモルデカイザー、そのモルデカイザー、いいっすね。そう、それがねめっちゃ強いんですよ。学んだことを実践に移すとしよう。で、どうしようかな、涙と涙あるじゃないですか、その青いやつ、涙、そう、その涙と涙をシンドラに乗っけてもいいかなって感じですね。なんかいないかな。あ、いないけど、シンドラが今回ってるんで、シンドラ拾ってもいいかもしれないですね。手前にほら、オッケーオッケーオッケー、そうそうそう、
で今度はあれですね、アイテムも大事なんだけど、あのさっきみたいに星にレベルを上げていくのも大事なんで、そのキャラクターの、はいはい、なんで同じキャラをねいっぱい集めてレベルを上げる。エリスもいる。エリスレベルを上げる、レベルはさっき言った通り、あのショップを更新して同じキャラを3枚集めるとレベルが上がるんで、エリスを買って、エリスでリロールして、リロールして、エリス探せばいいんですね。あれ？この人消えた？な、消えてないですよ。はい。今黙って見てた。なるほど。邪魔かなと思って俺は喋ると。お、来た。シンドラが。あ、シンドラいた。そう、光ってくれるんで基本的にはその今自分が使ってる駒って。そういうこと？そう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 。三枚どうやって交換する？あ、そう勝手に重なります。ちょっと待って、シンドラがなんかかっこよくなってる。そう、ちょっと強くなったんで。でこれまだ言ってなかったんですけど、9枚集める、はい、全部で9枚集めると、はい、レベル3になってめっちゃ強くなります。ちょっとそういうちょっとゆきちゃん、そういう大事なことは先に言ってくださいよでも9枚集めるのってすごい大変なんですよ。だから大体の場合で、ね、まあ、3枚でいいかなって感じ。なるほどなるほど。そう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 、9枚ほんと大変なんで。これ麻雀みたい。そう麻雀です、ほぼ麻雀。要はあんこをいっぱい作っていくみたいな。うん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 。ダイズって今使ってるけど、ただ入ってるだけって感じなんで今。ライズはもう売っちゃってもいいかも。この人？うん。この人いける。うん。なんで今欲しい駒としては、多分メイジかな。あのさっき言ってたエルドリッチのナミっていう駒がいるんですけど、そいつがメイジなんですよね。おお。なんで明治の駒なんか1個持っとくのがいいかな。そのソラカとか。あ、全然大丈夫ですけど。またどうせ来るから。お、シンドラ来た。ああ、まあ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 。ニーラいますね。ニーラ光ってる。そいつ欲しいよね。まだそいつまだレベル2になってないんで。うん。あ、ソラカ明治。あ、イメージ、まあ持っときましょうか。まあただ1円の駒なんでね、あんま強くないんで、あれっすけど。あ、そしたら左側の剣をもらって、剣と涙で精進の矛ってのは作れるんで、それをシンドラに持たせましょう。シンドラこの人、そう、この人めっちゃ強い。なんかない。こいつはいらないっすね。多分今回は使わないから。で、アイテムが今3個余ってるんですよ。グローブとグローブと涙。はい。余ってるんで、グローブとグローブを知ったら、どうしようかな。カタリナにでも乗っけといてあげたらいいかなって感じですかね。え、どれ？ただ左側のエドリッチじゃなくて、それそうそう、そいつに乗っけてあげるのがいいかな。グローブ、うん、一旦ね、まあ、それでいいっす。あとはじゃあ、お金を使って駒を探しましょうって感じっすね。アイテムはもうそれでいいかな。
さあ何を探すんだっけっていう、あ、カタリナいますよ。カタリナじゃないの。まあ買っといていいっすよね。もう待てないわ。2個はもう、はい、なるほどね。甘い。うん、お、なんか強さなのがカルマ欲しいかな。いるです。カルマ。え？カルマ、カルマ。左から2番目。え？うん。それめっちゃ強いんですよ。なんかそれをカリスタの代わりに入れてあげるのがいいかなと思いますね。こいつ？こいつ。これめっちゃ強かった。これでインカウンターっていうのが発動したんで、シンドラの特性ですよね。シンドラがエルドリッチインカウンターなんですよ。そう。なんでそれで今カルマ欲しかったって感じですね。そのカルマってキャラインカウンターの中で一番コストが高いんですよ。その辺もあの特性のところをタップすると誰が何なのかって出てくる。ああインカウンター方法。そう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 。好きな音楽のジャンルだと。なる。実はクラシックだ。ニーラ買わないですか。あ、ニーラいた。光るんで、その基本的にいいやつはいいやつとか自分が使いたいやつは大体光るから。あったら時ってことなの。まあ大体の場合でそうですね。誰かいるかな。これはね、いないね。いないので5円のやつもらいます。あの金色のやつ。そでそれさっき言った通り直線的に動くんで手前のキャラに当たんないように動かなきゃいけないんですよ。今手前のキャラに当たっちゃったんですよ。なるほど。そうなんでこうぐるっとね回るようにこうタップしながらちょん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 ってタップしながら動かないといけないっていうね。なるほど。あ、そいつはいらないです。売っちゃっていいです。カルマにじゃあその今取ったヘクステクガンブレードを乗っけちゃってもいいかもしれないですね。それそれそれめっちゃ強いんでカルマに。ちょっと待って、カルマ誰。それです、それです、それ。そいつに乗っけちゃうのがいいかな。90円もある。おニーロいる。いいっす。モルデカイザーもいるけど、ニーラちなみに、ニーラちなみにもうレベル2になってるんで、次レベル上げるとするとあと6枚必要になるんでちょっと大変かもしれない。あ、そうか。そうそうそう。これリロールしてもいいんですけど結構お金あるんで。あ、ナミ来た。それそれそれ、ナミ。そいつが欲しかったやつ。これめっちゃ強いですよね。これレベル上げてもいいかもしれないですね、もしかしたら。レベル上げると9レベルになるとホスト5の確率が跳ね上がるんですよ。で、エルドリッチってホスト5にめちゃめちゃ強いエルドリッチの駒がいて、そいつがいるとあのなんだろう、エルドリッチのさっき戦闘に参加してくれたやつがいるじゃないですか。お、エースも来た。もう語りも来た。まあ一応買っといたらいいんじゃないですか。今はもう待てないわ。後で売ると思いますけど。来ないね。まあなかなかね、確率 10% なんで。あ、そのね、ベックス欲しいかな。ベックスってやつ。そう、それ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 。そいつがね、メイジなので、なんかいらないかな。そう。じゃあ、いらない駒は行ってください。そいついらないですね。お、ナミも来た。お、ナミ来た。カリスタもいらないですよ、その真ん中の。そいつ、そいつもいらないかな。あと、そのジェイスもいらないですね。それもいらないから、売っちゃって。ジェイスはずっといたな。ずっといましたね。で、あと、ニーラが2枚今入っちゃってるんで、ああそうか。そうなんで意味ないから、そのミイラをじゃあそのベックスに変えてあげましょう。
ミイラ、ミイラ。今死んだのいたっけ？いたいた。今ね、死んでるから見えてないけど、ミイラがいるんで。あっミイラ。手前、一番下のところ。それね、スタティックシブってやつが強いんで、それにしましょうか。それをカルマに。それじゃない、それじゃない。それは強い方。手前にほら、ね、弱いやつがいるでしょ。あ、こっちか。そうそうそう。それを抜いて、ポイント抜いて、ベックスを。その左、それ。これか。そうそうそう、そいつを入れる。あー、間に合わなかった。スタティックシブをじゃあカルマに乗っけてあげましょう。これを、そうそうそう、カルマ、あの今ガンブレ持ってるやつですね。アイテム1個だけ持ってるやつ。それ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 、これ乗っけて、で今度そのカルマにもう1個精進の矛っていうアイテムが作れるんで、今それも乗っけましょう。私の喜びは不滅だよ。涙と剣で精進の矛作れるんで、それをカルマに乗っけると、まあ、これだいぶ強いかなと思いますね。カルマに、そうそうそう、これ強い、結構。ゼラスいらないかな。とりあえずじゃあ探しますか。さっき言ったエルドリッチの最強の駒を、ヘカリムちょっと売っちゃいましょうか。いらないんで。ベンチにあるヘカリムを、 光ってとうざいでしょ。そいつを売っちゃおう。でエルドリッチの最強のキャラね。そう、いるんですよ。それを探しましょう。いや、出るかな。フィオラ、フィオラ、フィオラいらないっす。あ、ガリオ、あ、まあまあ、まあ、ガリオも欲しいんで、ガリオも買っとくといいかも。お、カルマ来た。カルマ欲しいっす。ああ、間に合わなかった。ショップが結構ね、バババって操作しないと間に合わないんでね。いや、これね、どうしようかな。新進闘魚のペンダントでいいかな。それをモルデカイザーに乗っけてあげましょうか。そうそう、そいつそいつ。キャラにかぶせて、そう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 。あれ乗んねえな。あれ乗んねえな。なんでだ。あ、乗った、あ、乗ったか。乗ってます。乗った乗った乗った。ちなみにもう勝ちまくってるんで、はい、あとこの人しかいません、はい、プレイヤーが。あ、そして、お、あ、死んじゃった。優勝おめでとうございます。おおいつの間に、いつの間に大会から、そうですね、最下位からまくり返して1位までっていう感じで、その、なるほど、特性を発動させたり、より強い特性を発動させたりみたいな、その徐々に徐々に、あ、弱いキャラから強いキャラへ、強いキャラの特性を発動させていくみたいな、そんな感じにしていくとめっちゃ強いんですよね。なるほどね。そういうことです。もうダメだな、もう1時時間がやばい。ちょっとまたやりましょう。またやりましょう。以上が1日目の様子となります。まあ、これ2日目3日目と続けていくかちょっとわからないんですけど、まあ、一応ちょっと1回目教えた感じの様子をご覧いただいたという感じですね。TFT 結構難しいゲームなので、まあ、完全新規で、しかも何もわかんない状態から始めると、ほんとわけわかんないまま終わっちゃうと思うんですけど、結構ね、奥深くて面白いゲームなので、ぜひみんなやってほしいなと思ってます。ということで、長々とお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。